쿵쿵이 돼. 너 붙어야 돼. 최고 세시간. 何ジョイボーイ選手権でいやジョイボーイ選手権まあうちのチャンネルってたびたび選手権やねんやんかやりますねね例えばデンジローそうデンジロー選手権とか、うん、他には何やったっけやとルフィたすけくんのああそうやった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 いろんな可能性を僕たち読者に与えてくれてる小田先生ってやっぱすごいなということなんですそうですね例えばカサスとか見ててもちょっと大物な俳優さんがキャスティングされたら、はい、いや犯人こいつやみたいなおうおうおうちょっと分かっちゃう部分ってあるやんかああなるほどなるほど最後の最後まで本当誰か分かんないっていうのが、はいワンピースの99巻もあって分かんない魅力だと思う確かになそうじゃジョイボーイっていうのはねそもそも、まあ、魚人島編で出てきたわけなんですけども、はい、未だに分かんないじゃんもう35巻分ぐらいの、まはいはい、謎なわけじゃないですかおそうだからその辺をちょっと、ね、今日深掘りしていこうっていう回なんですけどお先日こんな動画を上げました、はい、ジョイボーイ確定伏線回収ということでもうどうやらもうルフィがジョイボーイで確定でいいんじゃないのってことを上げていやそう思いますけどおかげさまで40万再生ありがとうございますみんなやっぱ興味あると思うんですよ気になるよじゃあねそもそもジョイボーイって考えたんですよ、はい、そもそも一人だけなのかとほうジョイボーイズみたいな5人組とかなんか なるほどねああジョイフルみたいな感じでいっぱい入ってるよみたいなねえどういうジョイフルグイってグミグミ知らんいやいやもうちょっとややこしいそんなもんああ、はい、っていうよりもうジョイボーイが100人いるかもしれなかったから、はいはい、ちょっと分かんないじゃん覇王色の覇気も結構いらっしゃるんでねもうね100万人に1人おるからねそう今分かってることとしては800年前に実在した人物っていうことだ、はい、そうですねそうじゃあ現代に至るまでジョイボーイは本当に1人なのかとうんでもちろんルフィはジョイボーイで、まあ、99% 間違いないんじゃないかなというふうに僕は思ってますそうですねカイドのセリフにもあるように、はい、他にもジョイボーイになろうとした人物やジョイボーイになっていた人物がいてもおかしくないわけですよねもちろんというわけで今回はジョイボーイになるかっていうことをちょっと考察を兼ねて候補をね何個か挙げてみたんですはい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 でちょっと聞いてくんで、はい、トヤくんなりの考察というか感想をちょっと聞かせてもらえたらわかりましたはい、一人目、モンキー・ディ・ルフィ。おジョイボーイ筆頭候補ということで。そうですね。はい、覇王色の覇気をまあ、まとえるようになりまして、おもの助とテレパシーみたいな感じかな。うん、あれが見聞色の開花なのか、もう隠せないかわかんないけども、テレパシーっぽい感じで発信したりするじゃないですか。そうですね。最近の成長がもう半端ないですよ。はい。だ一気にこう、ジョイボーイとして開花していくんじゃないかみたいな。確かに確かに。どうすか？いや、もうこれはですね、ワノ国っていうのは、ナルナル王国なんですよね。ナルナル王国。そう、ナルナル王国。ナルニア国。ことは関係ないんやけど、かけないこれどういうことかっていうと、はい、北東になるそしてジョイボーイになるこれはですねゾロとルフィの同時覚醒の伏線なんじゃないのかなっていうことを、ね、だからなるなるあそうそうなるなる王国なんですよなるなる王国なんですね、はい、なるほどそういうことを思ってますねなるほど、はいまあ、魚人島で海王竜と話する人魚つまり白星のもとにはいつかその力を正しく導く者が現れるっていうふうに言ってるんだけどもそれがもうジョイボーイでなかったら実は合わんのよいやそうやねだってそれ以外の役職の人急にまた現れてもな誰ですか今度はいやほんまにジョイボーイ担当ですとか言っても困るもんなそうそうだから古代兵器が人物とかである可能性ってある白星もそうでしたしプルトンがもう戦艦の名前みたいだったから、うん、ものである船であると思い込みにいたけども、うん、ポセイドン白星姫だったわけやそうじゃあその白星ですらちゃんと扱いこなせる人物が必要なわけですから、うん、それがジョイボーイ手綱を握るのがジョイボーイの役目だとしたら、うんうん、どう考えてもやっぱルフィにやってほしいわけですその役目そうねで続いてロックス・ディ・ジーベックさんほう、はいまあ、ロックスの野望だったまあ、世界の王というのはイコールジョイボーイのことなのかっていう意外なところから来ましたねそうなんですねなるほど世界の王とは具体的に何なのかとか全然書かれてないなるほどなるほどもちろんね僕たちはもうルフィのゴールである海賊王も一体何か分かってないんですよ分かってへんラフテル見つけたら、まあ、海賊王になると思うんだけどもじゃあ俺見つけました海賊王ですっていうやつ現れてもおかしくなくね確かにねそうだから特別な海賊王っていう何か条件がやっぱあるんじゃないかとじゃあその時もっとアバウトなのが世界の王なんですよそうですねこの大魔王ですかって話じゃないいやそうやなもう本当にでも世界を何全部縄張りにしたら王なんですか天竜人を倒したら王なんですか、はいはいはい、じゃあ今革命軍をやってることって世界の王になることなんですかみたいなこともちょっとなんか分かんなくなってくるんですねなるほどなるほどここに来て一個野望を追加するってあんまり物語として良くない気がするはい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 そうでもそこであえて小田先生は世界の王っていうキーワードをやっぱ出してくるということは すごく重要なことだと思うんですよね、はい、でロックスはその世界の王になるためになぜか海賊を選んでるんですよね確かにそうロックス海賊団なんでじゃあ世界の王になるためになぜ海賊が必要なのか、まあ、山賊団でもよかったかもしれないよねそうそう海賊王になった後に世界の王になろうとしたわけじゃなくていきなり世界の王って言ってもなんかどういうことなんだろう海賊の物語なのにみたいな
ルフィは敵が目の前に立ちはだかるからそれを超えていくっていう感じじゃん。で、ロジャーも同じだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。カイドウさんもお前もジョイボーイにはなれなかったかっていうふうに言ってるから、はいはい、これはね、長らくその人の元についてロックスのことを言っていてもおかしくないじゃないですか。確かに今死んだロックスに関してもロジャーの残した俺は死なねえぜと同じく復活する可能性がないわけじゃない。そうですね、はい、その鍵を握っているのが真っ黒ひげなのではと。うん、まあ、それハチの巣、サーベル・オブ・ジーベック、真っ黒ひげの趣味、歴史研究ってところだから、やっぱりちょっとロックス絡みにこう近寄ってんなみたいな。そうですね、はい、っていう感じですかね。はいはいはい、まあ、そもそもジョイボーイイコール D の一族なのかっていう問題もあるんだけど、どうなんだろうねと。どうなんでしょう ね、 ね、一応ルフィもロックスも一応 D がつくんでね、うん、ラフテルっていうかね、もうお笑い話というとこからね、うん、まあ、ジョイボーイと何かしら関係してんちゃうんかってのも思いますけどね。いや、もうもうそうだ、ね、ジョイボーイが何か知ってるロジャーが名付けてるんで、うん、ありえんのかなっても思いますけどね、うん、ちなみにこれさ、僕とのすけさんがね、まあ、やった生まれるよ、僕たちの王が生まれるよ、遠い海でも生まれるね、二人の王がまた出会う日をクジラたちも喜んでるっていうこのセリフ、はいはいはい、誰なんですか問題ですよ。いや、そうね、そう、だから二人の王がっていうのは、うん、海王類たちの王っていうのは白星じゃん、絶対。そうね、それじゃ命令聞くから、じゃあそれを手綱を握ってくれる人がジョイボーイなんじゃない。確かに、だからジョイボーイはジョイボーイで世界の王なんじゃないの。お、巨大兵器3つを自分で操れるってことは、もう世界の王じゃん。それはね、ポセイドンこと白星さんも海王類は扱えるけどプルトンは扱えないわけ。なるほどね。じゃあその3つを扱えるジョイボーイは一番強いのよ。あ、そう、だから海王類の王の白星と世界の王のルフィが出会う日をっていう意味だったのかなみたいな。なるほど、まあ、だからカイドウは古代兵器を取りに行く宣言したんですね。そう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 、なるほどね。3つ目、ネフェルタル・ビビ。意外なとこ来ましたね。そう、これやっぱりね、アラバスタっていうのはもう国も歴史も人物も全部今に繋がってるわけやんか。そもそも世界を作ったも末裔の人たち、はいはい、もう20人の王族のうち1人はネフェルタリ家ということ で、 そ、 で、ね、その1人のネフェルタリ家は天竜人にならへんかったよ。もう一旦地上に降りたわけ。そうね、そうで、アラバスタ王国っていうのを作っているわけなんだけど も、 もその時点からややこしいよな。なんでいちいちそういう設定を作るんですかって話。確かに確かに、作らんでもいいわけや。そう、でもそのネフェルタリ家っていうものがいかに重要かっていうことはアラバスタ編でもありましたけども、うん、今ビビどうなってんのって実は分かってない。確かに、そう、レベル以降どうなったか分かってないわけ、アラバスタ王国自体がね。コブラもちょっとご病気ですしね。そうですね、そうなった時にアラバスタの地下にプルトンが眠ってるらしいみたいなこともまああったわけだから、まあ、知ってますからね。そう、もしかしてこれは扱いこなすのはビビちゃんじゃないのとか、うん、なった時に、まあ、ジョイボーイとまでいかないけれども重要な人物になることは間違いないと思ってるんですよね。ジョイガールですか。出てきたよ、今日もジョイガールが。絶対ボーイとなってた男だろうっていうふうに小田先生のミスリードかもしれないしね。じゃあビビちゃんまた踊るんですか。え、どういうこと。ジョイジョイジョイこれやべーべーみたいなやつ、あの都のめまいダンスを踊ってる黒歴史のビビちゃんのところで、うん、生き物係が歌ってたジョイフルを持ってくのやめてもらっていいですか。本当にややこしいんだよ。ジョイガールやな、これが。はい、四つ目、シャンクス。はい、もうシャンクスほどの男やったらジョイボーイ超えてるやろと。それはもうジョイマンやと。じゃあこれどういうこと。まだややこしいんだよ、なんか。いや、でもジョイマンやったら俺ちょっとなりたないわってなる可能性あるよね。ね、よくそんなこと思いつくよね。ダメ。ね、まあ言うてもシャンクスももういいおっさんというか、はい、おじさまなのでボーイというにはなんか似合わない気もするんやけども。はい、シャンクス。何言ってんの。ロジャーに同行してラフテルに行かなかった理由もちょっと分かんないし、はい、帰ってきてロジャーに何か質問して、まあ、号泣した理由もまだ分かってませんと。これが自分がジョイボーイたる人物でロジャーに対して自分が行かなかった理由を話してないとのではとか、俺はジョイボーイだからワンピースに関して全部知ってるけどロジャー船長の冒険を邪魔したくなかったから行かせちゃったみたいな。もしかして結構一番してるのシャンクスとみたいな。知ってそうではあるけどね、確かに。続いてイム様。イム様、これこそね、世界の王じゃないですか。いや、そうね、ね、世界政府の王ということなんですけども、自分以外のジョイボーイ候補を消すために動いているのかと。え、そういう感じな、王族選挙みたいな。何代目かのジョイボーイと、はい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 、今この予言の都市にすごく大事なポジションの王にいると思うんだけど、次にルフィとかも来ちゃってんだから、もう手配書とかも見てガクブル、あ、もうこいつ消しとかなきゃ。あ、これ手配書だと。ビビとかもやっぱりジョイボーイ候補やった。そう、ジョイガールやと。あ、なるほどなるほど。ジョイボーイ、ジョイガールが並んどると。あ、これ やっとかな
かんと。なるほどね。うん、だからもうジョイガールさんにはもうレベリーやっとるから、もう今ちょっと何とかやっとけみたいな感じ でジョイボーイ候補のルフィはワノ国にいるらしいから、まあちょっと言っとけみたいな感じで。なるほど。じゃあもしかしたらこの金庫がワノ国に来るかもしれないっていう。いやもう全然あれじゃないですか、その歴史より消すべき灯火がまたみたいなことおっしゃってるじゃないですか、うんうん、それやっぱルフィの可能性なくないですか。なるほど。そうジョイボーイ候補ということで、ジョイム、えジョイム、じゃどういうこと、ジョイム様、ジョイム、うん、え、い、い、いいどこ行ったの。いや、重なってるっていうおしゃれしようない。ジョイム、ジョイム、ジョイム様ジョイム様、ジョイム様、はい、はい、続いて、ここからちょっとね、大穴狙いです。大穴、もう十分大穴やったけどね。コビ、コビ、うん、さあ大穴やな。ね、うん、勘十郎が裏切り者であったこと、はい、とか、ビビが王女であったこと、はい、とか、モブキャラとって侮れないのがワンピースの世界なんですよね。そうですね。マジで。うん、でそうすると、コビって言うてもモブキャラかっていうところでは、純主役ではあるかなと。ルフィってライバルになるであろう。そうですね。でそうなった時に、コビが意外とジョイボーイ候補っていうところに来た。なるほど。すげえやられたな感。ワノ国に来る可能性あるしね。うんうん、おー、なるほどなるほど。そう、まあ、海軍の新しい英雄というところに。確かに確かに。ルフィと立場が違うところでの、まあポジションみたいなね。ボーイやしね。そう、ボーイ、これはジョイボーイやね。ね、おお、もうアルビダもびっくりやろな、あの時のお前めっちゃ成長してるやんみたいな。おお、こっち戻ってきてくれへんかみたいな、ね、確かにな。ごめんあの時な、めっちゃ怒ったけどごめんなんて、ほんま好きやってんねみたいな覚えてんのかな、アルビダ。続いて、桃之助さんということで、はい、もうこれも結構確率が高そうに見えるんだけど、個人的にはやっぱ和の国の将軍の後をね、全部継いでもらいたいから、はい、ジョイボーイになるというのは考えられないし、ジョイボーイだったら多分冒険ついてこなあかんと思うけど、確かに確かに。そう、やっぱりおでんがね、その和の国を愛したより、はい、ちゃんと平定させてほしいと、まあ、開国すべきというところに今重きを置いてるんで、ちょっと今のこのタイミングでジョイボーイになっても意味ないなと思うのと、うん、やっぱそのジョイボーイが来るまでに開国せなあかんみたいなことも言ってたから、そうですね、人物的に辻褄合わなくなってこってもいいみたいな。なるほどなるほどなるほど、っていうふうに思いました。続いて、イワンコフ。それはないんちゃうか何々ボーイといったら、まあイワンコフでしょ。どうしました今日、何が調子悪い。いや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 調子悪そうですね。続いて、ロジャー。ロジャー、俺は死なねえぜと。で、お前と同じ時代に生まれたかったみたいなこと言ったじゃないですか。そう、だから死んで生まれ変わってジョイボーイですよ、ヤッホーみたいな。何それ、え、ちょっと無理がないですか。これやっぱ無理っすか。うん、調子悪い。続いて、エース。やばいやな、はい、エース。はい、死んだよ。死んでもうてんねんけども、はい、まあロジャーと同じく死なないような感じやったらどっかでまたホッと。いや、まあそうなんやけど、お、無理っすかね。無理じゃないですかね。以上です。次サボ。え、おおーた、うん、おおーた、何やったん最後の3人必要でした。これやるにあたってスタッフ何人かにアンケートを取ってるんだけど、ほう、マニアの人たちもやっぱいて、おうおう、イワンコフだろうって誰が言ったんそれ。それはあのプラバシに関わることで、のすけさん、いや、そういう、パワーマシュー君、もう言えない、ジュンヤ君、もう言えないんですけど、ショウヤ、ショウヤには聞くしてもらう。いや、でもなんか、はい、ルフィに来てほしい、ここまで来たら。そうですね、そう、来てほしいんだけど意外性も欲しいみたいな。ジョイマン、シャンクス、僕結構ありっすね。ジョイマン、ジョイマン、コード、シャンクスさん、はい、なんで、なんで、なんでそんな言い切れの。面白くない。いや、面白いからっつって、それはもうロジャーも笑うわね。俺がジョイマンだったんだ最悪やね、今日ね。そうそうそう、はい、皆さんどうですか今日のジョイマン、ジョイボーイ選手権は。ジョイマンもええねん、もう。誰か他に候補います？黒ひげとかジョイボーイ無理やろ。そうやな、ね、まあ、ボーイって感じじゃないね。あえて入れんかったけどさ、一応 D の一族やけど、もしくは全くの新キャラとかな。はいはいはい、いや、ね、ちょっとな、なんかやっぱルフィこそジョイボーイっていうのにふさわしい感じすんねんけどな。なるほど、うん、ルフィボーイ。あ、ということでですね、今日もありがとうございました。それでは本日の回がもしれましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、次はまた時期を置いて高評価が多ければ選手権をやろうと思います。何の選手権やってほしいですかみんな。そうですね、まあ、オリンピックも近いということで、まあ、この選手権またこの夏ね、盛り上げていこうと思います。はい、よろしくお願いします。それでは See you。 フェちゃん、クルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい、躍動感、クルーのみんなでもっと盛り上げて、 Twitter、LINE LIVE、公式 LINE もやってるよ、フォローしてね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。